今回は、その能力や立ち位置で弱キャラなの？と驚愕したキャラを挙げてくみんなの反応集をご紹介します。それでは、どうぞ。令和グルド的組織の精鋭部隊で時間停止能力者大苦戦するのが普通なのに扱いがひどすぎる。そりゃ基礎スペックに差がありすぎるんだから仕方ない。人間が時間やめれたら素手でグリズリーやゾウに勝てる勝手話。言うてベジータの横槍がなければ当時のご飯とクリリン死んでた可能性大だぞこいつ。そもそもあの時点のご飯クリリンに苦戦するのが論外なんだよな。それこそ他の特戦隊メンバーなら当時のご飯とクリリンなんぞ瞬殺できるわけだからな。こいつは特殊能力をフルに使ってなんとか挽回できるくらいに元の実力が劣ってる。筋肉マンのステカセキング、あれだけチートなコピー能力がありながら7人の悪魔超人の中で最弱。ゆではこいつをフェイバリットのお披露目に躍起になりすぎて試合全体の流れをまるで組めないし組めない技オタクとして描くことにしたっぽいのよな。素養はピカイチだが超人レスラーとしては半人前。主人公の身の兄貴なのに敵方の3人のサイヤ人でダントツに最弱のラディッツ。主人公の兄貴キャラの扱いのひどさならワースト1位も狙える。ボムボムの身のヒトルフィにはボコられ、まだ弱かった頃のウソップをいたぶってたぐらいしかしてない。鍛え上げたら絶対強い身ってのがわかる分練度の低さが際立ってる感じ。ゴッドリー・イスラエルの歴戦の戦士で手から火炎放射器を噴射する能力、これわかったな。タイマン買って入るっぽいから、ナイフ1本で1時間以上耐えた上数体は倒してるから、敗因がゴミ能力聞かされただけなのマジでかわいそう。一応あの時点で実質能力なしのナイフだけで一体倒せてるのはすごいんだけどね。この手のラダイによく挙げられる右村奥安編集ラスボスの副審の能力をより小回りが利く様特化した強し能力なのに、明確な勝利がレッドホットチリペッパー戦しかない。弱キャラというには強すぎる気が。ザブックの敵視点の奥安とかめちゃくちゃ脅威だったし、強すぎる分アホキャラにしてバランス取ったタイプで弱キャラというには強すぎないか。吸血鬼で神祖の血を受け継いでるとか、こんなの強キャラ確定やん。アンデッドアンラックの一心、味方組織の幹部でこんな鍛え抜いた身体で身長 2M 以上あるし、作ったものは決して破壊できなくなるって強能力なのに、性格が戦闘に向いてないせいで基本非戦闘員。他3人は小ボスなのに、プルプーの影が薄いせいでギガが四天王の一員だと認識してる人は多い。他の四天王も実はドンパッチより弱いのかもしれない。アンパンマンのキング、強キャラオーラ溢れる顔と世界最強の男という異名に反して、実際は強キャラオーラがあるだけでスカウターが元触れるレベルの雑魚。クルドは時間止めから金縛りに能力下方修正されたしな。それよりは筋肉マンのブラックホールとペンタゴン時空系能力とかラスボスだろ普通。時止めも金縛りも両方持ってるぞ。ペンタゴンは蛇口相手に実質のダメ貫空かましてるし、いいんじゃない。ラオウとキゼギ矢印ケンシロウ、明らかに場違いなのが一人混ざってますね。弱いのに成り上がっちゃったのが四皇占領道家のマギーだ。経歴の凄さは疑いなしだが、強さだけは未だに最悪の海イーストブルードマリ。グルドはよりより止めの能力自体は強いんだけど、よりより止め自体も時止め中に何かしようとするのもめっちゃ消耗するっぽいのがな。停止時間決まってるけど止めてる最中に消耗とかはしない他作品連中と比べると一段を取る。後に出てきたヒットの時止め能力の制限見るとだいぶおかしな能力なんだよな。これでもルローニ献身の変や、基本的に地に足をつけて戦うやつが多い中、こいつだけ空を飛びながら戦うという、ある意味反則級の戦い方をしている。でも劇中では剣道を習い始めて数ヶ月の子供に負けた。身体限界まで絞ってるし、飛行と爆撃と空中殺法に完全特化しちゃってるのがね、通常戦闘に投入したのが間違いというか、こいつは CCO 様の使い方も悪かったから、偵察爆撃用のユニットを市街地での直接戦闘に配置するんじゃない。こいつ実は献身のジャンプ力なら天井からジャンプして撃墜できる程度の高度でしかないんだ。献身なら爆風を利用して落とせるとは言われたけど、屋根から飛べば届くなんて言われたか。ワイルドアームズ4の敵組織ベリューナクが精鋭の一人ヒューゴ、
スレガと同じく時間停止能力を使えるが、スレガと同じく攻撃する瞬間だけは解除される。ゲームの開発期間短縮の影響もあって、別にこれといって致命傷は与えてないはずなのに、なんか死んだ。そいつ時間停止じゃなくて時間圧縮だぞ。ドラゴンボールは特殊能力がいくら強くても使えての元の戦闘力が低いと意味がないことが非常に多いな。格下の攻撃が格上にめちゃくちゃ通りづらい世界観がね、逆にガムカとか吸収とか遅延弾とかの防御無視系になった途端すごい猛威をする。ナルトの日向はその血筋と背景で大活躍しないまま終わるんだってなった。だってネジ兄さんが完全上位互換なんだもん。赤目がチルノイロウスラさん曰く、こいつが残ってりゃいくらでも巻き返せる実力者の前評判で期待してたのに、蓋を開けたら赤目に勝ったことを妄想しながら一撃で切り捨てられたらこらった。奇跡のエースと言われながらサボり続けたせいで最弱になってた男。最弱ではないだろう。ただ明石とか紫バルとか一音一で勝てるかわからない奴がいるのに、俺に勝てるのは俺だけって言ってたのが何か微妙なだけで。嘘食いのマトレイゴー立ち合い人のマクロさん。まあその時は号数が形骸化してて実力とは無意味な状態だったし、シドニアの騎士は能力というかランキングみたいなので強キャラ感演出してたけど、まあまああっさりやられてたパイロット多かった印象。ナルトのアスマ十分上積みと言われることは多々あるが、どう考えても2代目の息子としては信じられないくらい弱いあの3代目だぞ。おい、衰えて作中トップクラス保ってる3代目がおかしいのよ。新手にの入江、お前その感じで平等インタネガシマ流行にはともかくジーニアス集会にも及ばないと変わるかよ。史実の方の宇都宮コーツナバンドをはじめの弓取りと歌われ、あのクスノキ校ですら戦いを避けたと記録に残っている武士なのだが、その記録にはなぜか強かったという記述がなく、多さをするばかりだったとされている。その成果に弱化では迫力だけはすごいと思われているけど、実際にはボケているけど、実際にはナローショーとして描かれている。黙々しちょるだけの情けないロギアはライバルとして描こうとして失敗したのか、最初からあの程度の実力で行く路線だったのか。ジョジョ三部の対応めっちゃあっけなく戦闘が終わって驚いた。ジョセフも驚いた。でも対応ってスタンド使い本人も完全に専用化したマシンの補助がないと追従できないって考えると、パワーが理不尽にあるだけでスタンドとしての質は正直劣悪な側じゃないかと疑ってるんだ。これは砂漠っていう遮蔽物がないので自分ももろに熱の影響を受ける。同じく遮蔽物がないので隠れないとすぐ見つかる。広大なので徒歩でスタンドの射程から逃さないように追従してくのが無理で、やや特殊な状況ありきだとは思う。ただ太陽のスタンド自体が砂漠での殺しくらいにしか使い物なさそうだけど、これ日常生活で持ってても冬ちょっと気温上げられる程度の恩恵しかないだろう。日本でも指折りのハングレギャング集団悪軍連合のナンバー2かつ創設者で、この顔と筋肉でクソ雑魚のオーブさん、丸刈りメガネ、ボスの座を狙い反乱を起こしたけど即鎮圧された。戦闘はしょられたのでそこそこ強かった可能性もあるが、ボスの悪軍鉄馬と幹部たちが順当に強すぎて、弁護士兼任のインテリギャングが棒でかなうわけないのだ。筋肉も他の強キャラと比べると身を取りするし、まあ負けて悪軍鉄馬の評価が有名な悪軍連合の名がから伝説の強者に変えることも目的だったから。弱キャラとは違うかもしれんが、こいつ利便性の高さはもとより作中の殺し方もえぐいし、何でも小さくできるのに軽んじられてたイメージ。ただしょうもないと言って大竜像のスタンドがチートどころじゃないから、まあ相対的に見ればねとはなった。ムエタイ五冠をおしゃれ神様と称されるチャンピオン相手が地上最強の生物とはいえ、レコピン一発でやられるのはさすがにひどすぎないっすか。馬器においてムエタイと巨漢はかませと相場が決まってるから、メタ的にはムエタイは現実ではすごく強い格闘技とされているから、逆に格闘漫画では他のキャラを立たせるためのかませにされやすいと聞いた。ヒーローものやモンスターパニック物における警察や軍隊みたいな。独身能力持ちで主人公なのに身体能力とともに独身能力も謎に弱体化させられた人。ワートリのトーマソ撃手1位で腕は一流だが、立川以下の学力に収む以下の体力なまみ。手前の頭割られてる方ね。
リゼロから始める異世界生活のハインケル・アストレア略キャラってほどではないが、剣鬼ビルヘルムと剣聖テレシアの息子で作中最強キャラのラインハルトの父親でありながら両輪の範囲の一流剣士止まりの強さ、そのその剣の才能に恵まれていなかったのが尊敬する父親の期待に応えたい一心で必死に鍛錬して一流にまでなったのだが、5歳のラインハルトにて合わせて敗北した。ユニコーンジャブ第3話にて主人公が初遭遇した正統師、主人公のペガサス座に似た属性のユニコーン座の聖コロマの持ち主、主人であるサオリに対する正反対の姿勢から子供の頃からお互いに確執を抱いている。これだけライバル要素揃ってるんだから主人公と切磋琢磨していく強敵枠に収まるんだろうな、そう思っていた時期が俺にもありました。